も、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。9月に新キャラが登場しますよね。新キャラが出たらいきなりレベルマックスにして使いたいので、強化素材を取りに行きたいと思います。確か和の国のここだね、4、これが一番良かったと思います。俺最後におでん使ってたんだ。久しぶりにやろうと思います。おでんでいきます。和の国を開国せよ。ちょっとほんと久しぶりなので全然覚えてないんだけども、で、まだできるよね、うん、でもどのチャージ攻撃が強かったかっていうのが全然覚えてないので、まあ、それあこれじゃない、これさっきかな。とりあえず何が強いかっていうのをちょっと思い出しながらやるじゃないね。ちょっと待って、オッケー、何が強かったっけ。うん、ちょっと強い技っていうのを覚えてないので、まあまあやりながら思い出していきましょう。うん、戦い方なんかもちょっと思い出さないとこれはいけないわな。よし、うん、まあまあおでんはすごい強いキャラクターだったっていうのは覚えてるけども、ちょっと技覚えてねえな。いきまーす。ここは、最速で2分ぐらいでクリアできたよね。なのでここを周回して強化素材をもろに集めていく。はい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 。でここでビッグマムが登場するのよね。うんうん、覚えてる覚えてる。どこだ、これから逃げられると思うなよ。で最後にビッグマムとカイドウを倒して終了だね。そう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 、ガンモドキが強かった。そう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 、おでんはねガンモドキがめちゃくちゃ強いね。ちょっと待って、なんか覚えてる。チャージ1で溜めてから攻撃だ。そう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 、そう行きましょう。チャージ1で覇気を溜めて攻撃するとものすげえ強かったんだわ。ガンモドキ、あ、やばいぞ。よし、オッケー。でビッグマムにはこれで退場してもらって、カイドウだな。まあまあ久しぶりなんで、まあ、3分ぐらいでクリアできればいいんじゃないですか。よし、バーストしていけ。あんま減らんよね、騎士耐性がまだ入ってないんで。あーでもそれでも減るな。やっぱおでん強いわ。オッケーオッケーオッケー、まあ、こんなもんこんなもん。すげえな。あーあー、うん、わからんわからん。あ、お金は全然ある。お金は稼がなくていい。エンブレムだな、必要なのは。素材は基本的にカンストしてるんだけども、中にはなんか13個とか、うん、これ1個とかあるんだよな。若干怪しいとこではあるけども、まあまあこれぐらいだったらスタートして集めてもそんなに時間はかからないかもしれませんね。うん、大丈夫そうだ。はい、ということで、新キャラが登場するまで、リハビリを兼ねて、もう少しやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。